もくさん、おはようございます。おはようございます。まゆちゃん、おはようございます。おはようございます。太陽さん、今日は、9月21日、土曜日です。ルルさん、おはようございます。ガンダムさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。今日はですね、台風の影響でちょっと曇っています。アンジビさん、太郎さん、おはようございます。ケンゴさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。はい、ガッデムさん、今日は曇っていますね。台風17号がそうですね、どっちに向かってるんでしょうかね、沖縄の近くに来てるんでしょうか。ホスターさん、ケンコさん、また会いに行ってもいいでしょうか。あ、もちろん来てください、ね、もちろん来てください。台に置きまして大丈夫かな。はい、いろんな ノーパソーの上にスマホを置いてるんですけど、まあ、そのノーパソーを置く場所が見つかってとってもいいです。おいしさん、おはようございます。納豆さん、おはようございます。そして元カレさん、おはようございます。今日は土曜日ですからね、夜の放送はありませんが、明日の朝日曜日10時半から礼拝があります。1週間で一番大事な時、それは日曜日の朝です。なぜ日曜日に、クリスチャンは礼拝に、するか、礼拝に行くか、それはイエス様が日曜日の朝復活したんです。金曜日にイエス様は十字架にかかって、土曜日が安息日、そして日曜日の朝早くイエス様は復活しました。そして次の週の日曜日もイエス様は日曜日に弟子たちの前に現れました。まあ、それが日曜日に弟子たちが集まることになったと思います。つまり日曜日の礼拝はイエス様に会いに行く、イエス様に会いに行くということです。ですから日曜日が休みというのはクリスチャンの習慣から来ているわけですね。ヤギさん、ラグビーダブワールド杯は応援しない方がいいですか。まあ、ちょっとぐらい応援してもいいですが、あまりですね、力入れすぎるのは良くないかもしれませんね。やはり私たちはこの世のものを愛してはいけない、この世とこの世のものを愛してはいけないとあります。ですから私たちはこの世のものに注目してはいけないのですね。太郎さん、私の家の近くの教会は土曜日にやってます。まあ、そういう教会もありますね。セブンスデーアドベンチスト、セブンス SDA かな、SDA という、まあ、教会があります。セブンスデーアドベンチスト、その SDA は、まあ、福音派に近いんですけど、まあ、彼らは土曜日に礼拝します。またメシアニックジューズという人たちがいます。それはユダヤ人でありながらクリスチャンになった人たち、ユダヤ人ですけどクリスチャンになった方々、そういう人たちをメシアニックジューズと言いますが、彼らも、土曜日に礼拝しますね。土曜日に礼拝しなきゃいけないのか、日曜日に礼拝しなきゃいけないのか、まあ、そこのところちょっと微妙ですが、まあ、この2000年間
2000年間教会は日曜日に礼拝してきました。もうあともうちょっとで終わりの時ですから、もう、まあそうですね、もうそんなに、残りの時間がありませんから、まあ土曜日に変えなきゃいけないとか、まあそこのとこは微妙ですが、まあ それぞれでいいと思います。日曜日礼拝する教会、土曜日礼拝する教会、それぞれで、どっちがどうというのはちょっと微妙に何とも言えません。そういうわけで皆さん、明日の10時半に礼拝をします。まあ、ネット礼拝という言葉があります。多くの教会は最近はですね、まあ、教会にその時来れない人たちのためにライブ、礼拝ライブをする教会が増えてます。リアルの礼拝およびネットの礼拝、両方やる教会が増えてますが、もう私の教会もまあ、何年前でしょうね、13年前からかな、12年前からかな、まあ、12年ぐらい前からネット礼拝もしています。太郎さん、キリちゃんが結婚したのは奥さんを人間として愛していたからですか？私はクリスチャンになる前に、クリスチャンになる前に、婚約しました。ですから信仰結婚ではなかったんですね。恋愛結婚で結婚しました。まあ良くないわけですけども、まあ、クリスチャンになる前の、まあ婚約だったんですね。まあ、神様の憐れみで、まあ、妻もクリスチャンになりましたけども、まあ、すぐに結婚してすぐになったわけではなくて、6年ぐらいかかりましたね。6年ぐらいかかりました。ですから私は、まあ、本当に結婚するならば、クリスチャンになってクリスチャン同士で結婚するように進めています。結婚してからクリスチャンになるということは難しい場合もあるんですね。場合によっては10年20年結婚相手がクリスチャンにならないケースもあります。まあ、それは悲劇ですね。それは悲劇です。やはり結婚前に信仰を持って許し合い、愛し合い、祈り合う、一緒に礼拝し、一緒に祈る、そのような準備をしてから結婚すべきだと思います。それではですね、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルは後のものが先になる、後のものが先になるというタイトルですが、まあもう一つの半分はですね、先のものが後になり後のものが先になるというのがイエス様の教えです。先のものが後になり後のものが先になる、これは例え話もあります。イエス様の例え話、まあ、簡単に言いますとですね、ある人がブドウ園を持っていて、でブドウ園で働く労務者をですね雇いに、町に行きます。そして朝早く雇った人たち、それから9時、それから12時かな、3時、5時、ね、一日中、まあ、労務者を雇いに行くんですけど、5時にですね、まあ、雇いに行っても、もうほとんど仕事はわずかです。そしてですね、一日1デナリ。1デナリっていうのはだいたい1万円ぐらいです。一日1万円の契約で、朝早く9時、12時、3時、5時と、その人は労務者を雇いに行きます。問題はその後ですね。問題、仕事が終わってですね、仕事が終わって1デナリをこうね、一人一人にこう、はい、賃金です、1日の賃金ですとこう1デナリを上げるんですけど、なんと一番最後の5時に雇った人にも1デナリをあげるんです。そして3時に来た人に1デナリをあげて、
で12時に来た人に1デナリをあげて、でなんと、一番早く雇われた、朝早く雇われた人が最後なんですね。で、その人が文句言うんです。私は1日中働いたのに5時から来た人と同じ1デナリなんですか、私は1日中働いたのでもっとくれてもいいんじゃないですか、というふうに文句を言うんです。そうするとその主人は何と言ったかというと、あなたとは1日1デナリの契約をしたんです、ね、私が気前がいいからといって、何が悪いんですかと、そう言ったわけですね。この例え話はどういう意味でしょうか。普通の社会ではありえないことですが、これはですね、どういうことかというと、まあ、救いというのはそういうことなんだよ。イエス様は神の国はこういうことだと言いました。つまり救いというのはですね、たくさんいい行いをしたから救われるわけではないということですね。朝早くから仕事をしたから救われるわけではないんです。救いというのは恵みであり憐れみであり、イエス様と契約すれば、ね、死ぬ5分前に悔い改めてイエス様を信じても救われるわけです。まあ、それが5時に救われた人とも言えるかもしれません。救いというのは肉の行いではなくて十字架の御業で救われる。そういう意味で救いというのは、その何でしょうかね、救いというのは平等に与えられるということですね。平等に与えられる、頑張って救われたわけではない。普通の仕事はね、たくさん働いたら給料がたくさん、これがまあ世の中の普通の考え方です。でもイエス様の救いというのはそうではない。肉の行い、人間の行いで救われるわけではなくて、神の恵みでもう本当に誰でも悔い改めてイエス様を信じたら救われる、そういう救いなんですね。しかしその天に宝を蓄えなさいという、報いというのもあります。この報いと救いとはちょっと違うんですね。ヒットさん、ハレルヤ。天の宝というのは肉の行いで貯めるものではなくて、救われた後、信仰による行い、御霊による行い、それはですね、肉の行いとは違うんです。天の宝というのはそういう信仰的な良い行い、聖霊による良い行い、それは天に宝が積みます。それは、救いのこととは違うので、そこのところは区別する必要があります。さて、この先のものが後になり、後のものが先になる、いくつかの側面があります。たこやさん、おはようございます。癒されに行きました。いくつかの側面があります。一つはですね、ユダヤ人は先に律法を与えられ、先に神様に選ばれたにもかかわらず、まだ救われていないんです。そして、ユダヤ人がイエス様を拒絶したときに、救いは異邦人に移されました。そしてこの2000年間異邦人が救われてきました。ユダヤ人が初めのものだったのにもかかわらず、異邦人が先のものになったんです。私たち日本人は異邦人ですが、私たちは、ユダヤ人よりも先に救われた、ユダヤ人よりも先に救われたと言えるでしょう。まあ日本人はまだまだこれから救われると思います。そして、先のものが後になり、ユダヤ人が後になる、つまりこれからユダヤ人が救われると言えるでしょう。先のものが後になり、後のものが先になる、異邦人が先に救われたということになります。
もう一つはですね、イエス様を言いました。主税人や、主税人や、娼婦の方、売春婦、売春婦の方が神の国に近いと言われました。それはどういうことでしょうか。パリサイ人は律法学者の方が神の教えを学び、まあ、宗教的に言えば先のものです。パリサイ人、律法学者は宗教的に言えば先のものですが、罪人である主税人や罪人である売春婦の方が神の国に近い。つまり彼らは罪というものがよく理解できます。主税人、まあ、盗み、主税人というのはね、税金を取る人たちなんですけど、盗みをしてたんですね。その権限を使って、税金を取る権限を使って盗みもしていました。つまり税金以上のものを取ってたわけです。つまり主税人は自分が盗み人であることを理解し、罪を認識していたので悔い改めやすいということです。売春婦もそうですね。売春婦の人も、お金で、そういう売春行為をして、自分はなんと汚い女性だろうか、自分はなんと、神様の教えに反するだろうか、そういう、売春婦は自分の罪がよく理解して、悔い改めやすいということですね。そういうわけで、主税人、売春婦、そういう人たちの方が悔い改めてイエス様を信じやすい。社会的に先のものが後になり、社会的に後のものが先になる。第一コリント一書にもそれがあります。神様はこの世で無に過ぎないもの、取りに足りないもの、身分の低いもの、そういうものを神は選んだと書かれています。立派だから救われるのではないのですね。立派だから、社会的に立派だから救われるのではなく、むしろ社会的に無に過ぎない、認められない、価値がないと思われるものが神の国に入りやすい。これが後のものが先になる、後のものが先になるという教えだと思います。またこういうこともあります。教会の中で新しく救われた人の方は燃えてですね、少しこうマンネリ化したクリスチャンが信仰が冷えてくるという傾向があります。これもですね、後のものが先になる、つまり後から救われた人の方が燃えてるという、そういうことも言えるかもしれません。教会もそういうのがあるかもしれません。古い教会はだんだん、火が消えて、古い教会は、その冷めてくる、形骸化してくる。しかし新しい教会は燃えている。新しい教会は、熱心に伝道し、熱く燃えているという、そういう傾向もあるかもしれませんね。先のものが後になり、後のものが先になる。これからですね、救われる人の方が燃えるのではないかもと思います。今終わりの時代です。これからクリスチャンになる人の方が先になる。これからクリスチャンになる人の方が今までのクリスチャンよりも先になるということがあるということですね。イエス様の教えは非常に面白いですね。面白いって言ったら変ですが、自分を高くするものは低くされ、低くするものは高くされるというのはこの辺りやりました。先のものが後になり、後のものが先になる。何かすごくこう、イエス様の教えっていうのは、まあ、分かりやすいというか、ああそうなんだと思いますよね。ルーさん、キューちゃん、私は以前デリで働いてました。しかしルルさんは夢の中にイエス様が現れて手を握ってくれました。
ヌルさんは自分の罪が分かって、悔い改めたので、先のものになったのではないでしょうか。なんだか運命的なものを感じます。確かに新しいから絶対にいいとは言い切れませんけども、カリスマ派は一番新しいと思いますね。キリスト教の中で、カリスマ派が、一番新しい宗派と言えるでしょう。一番燃えてると思います。はい、それではですね、マネキューしましょう。今日のじゃなくて、イエス様を信じて、イエス様を信じて、新しくされ、新しくされ、人生が、最悪だったけど、人生が最善になった証。イエス様を信じて、絶望のどん底だったけど、イエス様を信じて希望に満ちるようになった証。スタート、スタート。太郎さん、私の妻も不倫をして子供まで作ってしまいましたが、私は許し、その子供を引き取りました。素晴らしいですね、太郎さん。それは素晴らしいことです。素晴らしいことです。イエス様を信じて、イエス様を信じて、最悪だった人生が最善になった証。スタート、スタート。ヒットさん、自分も転落人生でしたが、キューチャン牧師との出会いで光が差しました。アメン、アメン。転落人生でしたけれども、光が差しました。アメン、アメン。よかったですね。聖書ではですね、貧しいものは幸いです。お金持ちは哀れですと、書かれています。つまり、お金持ちが先のものだったらば、貧しいものは後のものですけど、貧しいものの方が神の国に入る、貧しいものの方が神の国に入る。これも当てはまると思います。ぼっちさん、罪が分かるということですね。罪が、救いというのは結局自分の罪がまず分かること。罪が分からなければイエスも信じません。イエスも信じる理由がないのです。しかし、罪が分かるということは神の前にへり下ることができるということですね。ルルさん、お金がたくさんあった時より今の方が幸せです。イエス様に お近づきになれたので、アメン。お金がたくさんあった時より今の方が幸せです。イエス様に お近づきになれたので、アメン。よかったですね。モーコさん、イエス様を信仰して霊的に生まれ変わり、絶望感の毎日から救われました。自信もなく弱いものですが、イエス様は救ってくださいました。モーコさんも絶望感の日々でした、ね。これを後のものと言えるでしょう。ルルさんもモーカさんも後のものでしたけど、先のものになりました。先のものになったんです。イエス様を信じて、先のものになったんです。
よかったです。よかったです。しじみさん。しじみさん、イエス様を信じたら虫けら人生がスキップ人生になりました。虫けらと思うような人生から、ルンルン気分のスキップ人生になった。しじみさんも、後のものだった。後のものだったけれども、先のものになったんですね。よかったです。キツネさん、受験に失敗して浪人しても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫です。恐れないでください、ね。神様に導かれましょう。もし落ちるなら、それも神様の許可の中で落ちるので、大事なのは、試験に受かるか落ちるかではありません。イエス様から離れないこと、イエス様と共に生きることが大事なんです。多くの人は、間違った価値観で生きています。太郎さん、私も貧乏で毎日パン屋さんからもらったパンの耳が主食です。でも幸せです。ああ、よかったですね。そうです。パンの耳でも、神様が与えてくれてる。大事なのは豊かな生活をすることが大事なのではありません。イエス様と共に満たされた人生、平安な人生、それが大事なんです。お金があっても不安や心配で満ちていたら、それは幸せとは言えないと思います。ちょっと向きを変えましょうかね。今日は変わった角度でやっております。はい、こういう、ですから、人生は逆転するというイエス様の教えはですね、逆転人生、が書かれています。ですから皆さん、多くの人はですね、この世で不幸であるとか、絶望してるとか、貧しいとか、そう思っていらっしゃる人がたくさんいます。しかし、むしろ、その絶望してるとか、貧しいとか、不幸とか、そういう人の方が砕かれて、そして罪が分かって、イエス様を信じやすいのです。後のものが先になる。それは、人生で絶望してる人の方がイエス様に近くなる、イエス様を信じやすいということですね。ぜひ皆さんの中で、絶望している方々、病気の方々、または、いろんな問題で苦しんでいる方々、そういう方々がイエス様を信じやすいということです。リア充の人は救われにくいということですね。リア充の人は救われにくいです。そういうわけで皆さん、まだイエス様を信じてない人は、ぜひぜひイエス様を信じて、先のものになりましょう。そうですね。先のものになるということは、救われるということですね。救われるということです。太郎さん、ギャンブルはダメですよ。ギャンブルはダメです。ギャンブルは御心ではありませんよ。メダカ生きてますか？生きてます。メダカ生きてます。卵さん、おはようございます。
イエス様が、もうすぐ再臨されますね、イエス様が再臨されます。そしてイエス様が再臨されるという、再臨するとどうなるかというと、この世が滅びて、この世が滅びて、クリスチャンが引き上げられます。クリスチャンが神の国に入ります。そういうわけで、皆さん、まあ、要するに世の中がひっくり返るということでしょうかね。先のものが後になり、後のものが先になる、まさにそれが、神様の、まあ、やり方ということになるでしょう。アイポンさん、おはようございます。ヒットさん、僕はお金に余裕がなくてギャンブルなどとてもできません。 してはいけません。ギャンブルはね、ギャンブルは、なんて言うんでしょうかね、神様に頼るんじゃなくて、神様に頼るんじゃなくて運に頼るみたいなものですよね。それはよくありません。綿菓子ヘアスタイル、はい、それではですね、丸木をしましょうね。丸木ヒットさん、人生の勝敗は死ぬまで分かりません。そうですよ、本当に最後の最後まで分かりません、ね。先のものが後になり、後のものが先になりますから、ですから最後まで耐え忍んで、最後まで耐え忍んで信仰を全うしないと救われないということですね。皆さんが信仰を全うして救われるものになってほしいのです。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ私はもう、ダメ人生、どん底人生だったけど逆転ができるんだ、イエス様が逆転してくれるんだったら、どん底人生でもスキップ人生になれるんだったら、イエス様を信じよう。もう自分の人生は終わったと思ってたけど、もし逆転ができるんだったら、イエス様を信じて逆転人生、もう本当に素晴らしい人生になれるんだったら、イエス様を信じよう。もうどん底人生で諦めることはないんだ、希望があるんだ、救いがあるんだ、悔い改めて悪いことをやめて、これからはイエス・キリストに会って正しく歩もう、救われたい、そのように思う方、アメンと言ってください。アメン。室井さん、旧牧師の伝道放送で救われました。アメン、よかったですね。アメン。ヒットさん、とても勉強になる大切なお言葉です。アメン。キツネさん、イエス様はキツネさんを救ってくれるのです。キツネさんのためにも十字架にかかって死んでくれたんです。アメン。カズさん、初見です。信仰大事ですよね。イエス・キリストを信じる信仰が大事です、ね。イエス・キリスト以外の信仰はむしろ害です。イエス・キリストを信じる信仰しか救いがありません。排他的に聞こえるかもしれません。しかし真理はそういうものだと思います。真理というのは一つですね。一つです。天のお父様、感謝します。私たちは、この世的には、無に過ぎないもの、この世的には、
身分の低いものかもしれません。失敗だらけ、失敗だらけの人生かもしれません。しかしイエス様は、そういうものを選び、無に過ぎないものを選び、救いに、導いてくださいます。それは、人間の知恵では神を知ることはできない。また、誇るものは主だけを誇るためと書かれています。どうぞイエス様、私たちは、自分を誇るのではなく、イエス様だけを誇ります。十字架だけを誇ります。どうぞ今、どん底に落ちている方々、もう本当に、苦しい人生の方々、彼らこそ選ばれます。彼らこそイエス様の目に、目が止まっています。どうぞそういう方々が希望を持って、イエス・キリストに希望を持って、イエス様を信じて、イエス様を信じて、モーカさんやルルさんのように逆転しますように、人生が逆転しますように、人生が逆転しますように、どうぞ多くの方々がイエス・キリストにあって逆転しますように、救ってください。彼らを救ってください。どん底から救ってください。絶望から救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、私たちは、午後5時に救われたローム社かもしれません。しかし後のものが先になります。後のものが先になります。日本もですね、世界的に見たら、まだ救われてない国です。日本は後の国とも言えるかもしれません、欧米は先に救われたものかもしれませんが、日本はまだ救われてない後のものと言えます。でもその後のものを日本が先になる可能性があります、信じましょう。日本はこれから救われて先のものになる国、期待しましょう。それじゃあ明日の、今晩ありません、今晩ありません、明日の朝10時半一緒に礼拝しましょう。ありがとうございました。それでは良い一日を。シャローン。ありがとうございました。良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン。